はい、どうも三福祉士資格合格チャンネル、講師のつどちゃんです。この講座も4回目となっております。社会福祉士資格合格講座の丸四今回はですね、国連の歴史の丸覚え編ということで、丸覚え国連の歴史編というので作らせてもらいました。まあ国連のね、あの、福祉に関係する歴史について、丸覚えできるように、作っ りま,したのでまたですね、あの、聞き流しで何度も耳に入れて覚えてください。それでは早速いっていきたいと思います。えー、国連の福祉における歴史です。えー、まる1、1948年、昭和23年、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準を宣言したのは何でしょうかはい、えー、それは世界人権宣言ですね。 ま千九1959年、えー、昭和34年児童の最善の利益をうたったものは何でしょうかはい、えー、児童権利宣言ですはいまる千九1971年昭和46年、えー、知的障害者は実際上可能な限りにおいて他の人間と同等の権利を有するとうたったものは何でしょうか はい、えー、知的障害者の権利宣言ですねはい次行きましょう、えー、○41975 年昭和50年障害者はその障害の原因特質及び程度にかかわらず同年齢の市民と同等の基本的権利を有すると謳ったものは何でしょうかはい、えー、障害者の権利宣言ですはい次行きましょう はい、丸5。1979年、昭和54年、えー、我が子への愛を世界のどの子にもがテーマとしているものは何でしょうか。はい、えー、国際児童年ですね。はい、はい、丸6。えー、1979年、えー、昭和54年、女子差別の撤廃を定めた多国間条約、えーかっこ 母性保護を目的とした特別,特別措置を除くは何でしょうかはい、えー。女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約ですね。はい。えー、七番。1981年、昭和56年、えー、完全参加と平等がテーマ。えー、国連、障害者の10年を宣言した年のことを何というでしょうか えー、国際障害者年です。はい、次。千、え、九、ーえー、1982年、昭和57年、障害の予防、リハビリテーション、完全参加、平等を表した計画は何でしょうか。はい。えー、障害者に関する世界行動計画です。はい、次。ル、え、九、ー 1983から1992年、えー、昭和58年から、えー、平成4年、えー、各国での積極的な障害者対策の推進のことを何というでしょうかはい、えー、国連障害者の10年ですはい次10番、えー、1989年平成元年児童は保護の対象ではなく権利の主体と謳った条約は何でしょうか はい、えー、児童の権利に関する条約です。はい、次、えー、11番、えー。1993から2002年、えー、平成5年から平成14年、えー、国連障害者の10年を継承するものは何でしょうか。はい、えー、アジア太平洋障害者の10年です。はい、次、えー、12番。 1994年、平成6年、えー、各国は障害のある人々がその他の市民と等しく、えー、人としての権利、市民的、政治的な権利を含む権利を行使できるようにする義務を有すると歌っているのは何でしょうかはい、えー。障害者の機会均等化に関する標準規則です。はい、次。えー、13番。 1994年、平成6年、家族から始まる小さなデモクラシーをテーマにした年のことを何と言うでしょうか。はい、えー、国際家族年ですね。はい、次行きましょう。えー、丸1番。えー、2003年から2012年、平成15年から平成24年、えー、2002年10月にミレミ、ビワコミレニアムフレームワーク採択。 えー、アジア太平洋障害者の10年を延長、えー。この間のことを何と呼ぶでしょうか、はいえー。これもアジア太平洋障害者の10年と呼びます。はいえー、15番。えー、2006年、えー、平成18年、障害者の権利に関する国際規約で、えー、第61回国際連合総会で採択。 えー、日本は2007年9月に署名、2014年2月に発行、えー。合理的配慮という考え方が重要視されたものは何でしょうかはい、えー。障害者の権利に関する条約です。はい、次。えー、16番、えー。2007年、平成19年、ビワコミレニアムフレームワークを補完する行動指針とは何でしょうか はい、えー、ビワーコプラス5を採択です。はい、次17番。えー、2013年13年から2022年、平成25年から令和4年、えー、ビワーコミレニアムフレームワーク、次の10年の行動指針として、インチョン戦略を採択したのは何でしょうか。はい、これもですね、えー、アジア太平洋障害者の10年。 ですはい、えー、以上ですね、えー、17まで、えー、はい出しましたが、今回ですね、えー、国連の福祉に関する主な歴史でした。えー、今回出したものはですね、すべて重要で、えー、品質なものなので、えー、年代と施策、えー、の名前とその内容を覚えておいてください。えー、丸い覚えで大丈夫なので、何度も何度もこの動画を聞いて 覚えてて、えー、繰り返し頭に入れてください、はいはまたどんどんとね、えー、っといろんな、あのー、社福祉の、えー、資格合格講座の、えー、動画を配信していきます。またよろしくお願いします。今回は以上です。